皆さんこんにちは、声優の野水依織です。さて今日は昨日に続いて5月27日公開トップガンマーヴェリックのジャパンプレミアレッドカーペットにやってきました。本日も主演制作を務めたトム・クルーズさん、そしてプロデューサーのジェリー・ブラッカーマーさんがいらっしゃるということで、見てください、ファンの方々がたくさんいらっしゃってます。そしてこの長いレッドカーペット、いやいいですね、久しぶりですねこの大規模な感じ。そしてこの見晴らしのいい海が見える景色で今日はやっていくということで、私もトムさん、ジェリー・ブラッカイマーさんに質問できるようサウンドバイツ頑張ってきます。さてこちらが噂のレッドカーペットになります。私も何度かこうしてレッドカーペットを踏ませてもらったことがあるんですけど、ちょっとやっぱりここに降りてくると緊張しますね。そしてたくさんのファンの方々が、本当に初代の頃から多分続編待ってたりしたね、こうファンの方々もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、まあ、ちょっとねコロナのこともあって今日は残念ながら握手だったりとかサインだったりとかちょっと NG っぽいんですけれども、皆さんね一緒に写真撮ったりするのを楽しみにしてるんじゃないかなと思います。というわけでここをトム・クルーズさんとジェリー・ブラッカイマーさんが歩くというわけで楽しみですね。ハロー、こんにちは。質問失礼します。トムさんとは前作のトップガンでもご一緒されているかと思いますが、今回役者としてだけではなくて制作も務めるトムさんと改めて一緒に作品作りをしていかがでしたでしょうか。彼の方が私より優秀なプロデューサーなんで、まあ、彼と一緒にプロデュースすると作品がとっても良くなって、私もすごく誇りに思います。あともう一つ失礼します。またもし別の作品でトムさんとご一緒する際はどんな作品を作ってみたいですか。もうとにかくね、トムさんだったらどんな役でもどんな映画でもこなせるので、もう何でもいいですからまたやりたいです。ありがとうございます。 Thank you。 お願いします。 How are you? こんにちは。 Thank you。 Thank you。 この映画はマーヴェリックの物語でありながら若きパイロットたちの物語でもあると思います。私も実際に見てそのバランスが、両者のバランスが非常にいいなと感じたんですが、制作面も含めて気を使ったところはどういったところに気を使ったのかお聞きしたいです。This is not only a story about Maverick, but it's also about a story of the young pilots. And the balance between the two stories were just magnificent. But when you were working on this film, what was the care you gave into? It's always I give everything I have to my cast and my crew, and I'm always working with them to educate them about movies. And when we cast them, I'm very careful to really celebrate their talent in every department.全てキャスト、私は常に全てを尽くしているんですけれども、キャストもクルーもそうなんですけれども、その全て映画作りについていろいろなことを教えて学んでもらうということもありました。キャスティングをした時もとにかく各部門に対して全てをいい仕事をしていただけるようにということを全力を尽くしました。 I tried to teach them how to fly planes, teach them about movies, how to make movies, and they're very talented and they did a great job. そして才能のみのある方々が集まりましたので、まず飛行機を飛ばすということですね。飛行の学んで訓練もしましたし、映画の制作も学んでもらいました。Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a nice summer. Thank you.